4月20日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて30円95銭高い 22,222 円13銭で終えています。2222ということで2のゾロ目でありました。30円高であります。トピックスも昨日に比べて 4.26 ポイント上昇し 1754.44 で終えています。日経平均トピックスとも小幅高というのが前引けの動きであります。東証一部全体の6割1201銘柄が値上がりです。値下がり数もそれなりにありまして、全体の4割782が下落でありました。それでは日経平均株価冷やしチャートで動き見ておきましょう。日経平均冷やしであります。昨日ですね、おとといから昨日にかけて節目の2万2000円を上回ってきました。そして昨日はこの上髭の部分、小さい上髭の部分ではオレンジ色の線、75日線から頭を出して終えています。今日はさすがに買い続かずということで小幅高というのが今日中の動きであります。30円高にとどまっています。昨日からの動き5分足で振り返っておきましょう。こちらであります。日経平均5分足チャートであります。おととい2万2000円台回復ということでありまして、昨日も買い上がるような向きはあったんですが、さすがに節目を回復したということで戻りを待っていたような、いわゆる戻り待ちの売りが入ったようです。昨日はスルスルと上げ幅を縮小する格好で1日の取引を終えています。今日も朝方は売り物から入りました。ただ売りが一巡した後、2万2200円を節目とする攻防、前引けにかけてはプラス圏に浮上しておいています。30円高であります。節目の2万2000円、それからチャート上では75日移動平均線を挟んでの攻防というのが、このところここ数日の動きであります。こうした中で強さを見せているのが、相変わらず海運ですとか非鉄といった景気敏感株が強さを見せるというのが今日の動きであります。例えばこの9107川崎汽船、海運株ですね。昨日安定して高止まりしていましたが、今日の初め値も昨日のあたりと、そしてさらには上げ幅を拡大して上の方向を目指すという動きであります。海運株、米中貿易戦争が回避できそうだというところなんでしょうか。このところ海運ですとか非鉄といった景気敏感セクターに資金流入が続いています。今日も前引け時点では川崎汽船プラスを維持しておいています。また国内では好ニュース、グッドニュース、材料が出ているようなところ買われています。7974任天堂であります。昨日は前の日に比べて小安を超えたんですが、今日一気に切り返してこのような垂直的な右肩上がりというのが任天堂の動きであります。前引けの段階では 3% 近い上昇ですね。1270円高しています。任天堂注目の新商品、任天堂ラボが今日発売であります。任天堂スイッチと段ボール工作を連動した新しいタイプのゲームだということであります。こちらへの期待感が高まっているんでしょうか。任天堂冷やしでも見ておきましょう。多くの銘柄なかなか買い上がれない中で、足元の膠着感を一掃するような大陽線、大きな陽線つけて買われています。任天堂は前場の段階では 3% 高ということであります。以上、前引けの模様、東証アローズからお伝えしました。